私が、ちんどん芸能社のミカでございます。ありがとうございます。あ、嬉しいね。東京じゃこんなに拍手もらわないからね、ほんと嬉しいね。毎日ここで仕事したいよ、毎日ね。あ、そうなのね、今年は特別にちんどん菊の屋さんのご一行をお招きいただき、助けていただいております。で、ほら、ちんどん菊の屋さんといえば七福神ってことで、今回私がこれで参加させていただいております。どこから見ても弁財天ですね。弁財天でございます。弁財天でございます。ありがとう。で、この前橋はあれですね、もう七福神の有名なんですよね。あそこに弁財天があの、そうだね、びっくりしちゃったね。びっくりしちゃった。怒られるんだって思ったもん。いや、どこから見ても弁財天。ありがとうございます。あの、皆さん知ってます、弁財天様ってどこの神様だかご存知ですか。前橋いや、まあね、あれインドの神様なんですね。で、本当はサラスバティっていうね、川の神様なんです。で、川の流れがサラ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 って綺麗に流れるとかいうことから、芸能の神様って言われたりしてるんですね。芸能の神、はい、やっぱ菊の屋さん違う ね。こことここが違うね。はい、ね、実はの、菊の屋さんっていうのは東京の鎮座屋さんの中でもあのね、親方の親方、しめ丸親方がね、東京では工場の菊の屋って呼ばれてたんです。そう。ありがとうございます。はい、私の親方は菊の屋しめ丸親方、93歳まで現役でございましたね。2010年にお亡くなりになりましたけど、まあ、工場の菊の屋ということで、じゃあちょっといいですか。あ、やっちゃう。菊の屋親方のですね、工場をですね、ちょっとお聞かせしたい。いいよ、大丈夫。あ、いいね、よかった。お願いします。東西。東西とは昔より東西、南北とは南、北あり北に北は北といっても客じゃなし、へそこなずみが足島山と立ちのやぶんぐいさと、上手が来たって下手しです、下手が来たって上手だしです。さあ、我々の曲を聴くのも何かのご縁じゃと、ゆっくりとお聴きくださいまし。ね、やっぱね、なんかね、滑らかでね、言葉数多くてね、かっこいいよね。いや、ありがとうございます。まあでも、親方にはとてもね、あの、及びませんけれども。で、ね、緑屋さんの方も、私ね、あの、緑屋の親方にいろいろ習いましてね、はい、じゃあ、ちょっと、せっかくですから、緑屋の、ちょっと短いですけど、決まり口上をやらせていただきます。では、行きます。ありがとうございます。拍手するほどのことではございませんよ。ありがとうございます。行かせていただきます。東西。大和の国は平和の港、コケ国交と泣く鳥に一夜明ければ全国人論共演会 in 前橋、まずはおめでとうございます。あれがね、緑屋でございます。あの、美香さんのもあるんだそうです。そう、あの、緑屋の親方にね、そんなどうやってどこで、あの、習ったのって、工場の内容の考えのって聞いたら、あの、テレビを見たり
本を読んだりして、あ、これ使えるって思うとメモっとくんだよ。そうで、お前もそうやってね、メモっといて自分の作れ。ね、アマチュアの皆様でも自分とこのね、なんかこう、おめでたそうな、偉そうな、なんかすごいねって思われそうなのね、作ってみてくれ。ちょっと私もね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあそれちょっとやってみるね。東西東西。さても嬉しや前橋は、歌の数々咲かせて染めて、お手の杯覗いてみれば、中に珍丼の花が咲くという感じでございます。さすがでございます。ありがとうございます。あの、あれですか、はい、あの、柴崎親方も、なんか。ええー、あの、まあ、あの、この前にね、この頃、あの、緑屋親方、僕らも散々、こう、お世話になりました。なったの？なりました、なりました。あの親方に？もうね、僕らね、あ、まあ、だいたいこの珍丼大悟。そう。いいねって、もう、緑屋親方で初めて褒められたのが、この大悟。大きいから。大きいから。大きいから。昔は珍丼屋さん、このぐらいのサイズをみんな背負ってたんですよ。で、大きいの自慢して、ね、俺の方が大きい、俺のも大きいよって言ってるうちに、みんな腰とか膝を壊していったんですよ。うちの親方なんかだからね、あの、もらった太鼓あるんですけど、まあもう太鼓破れちゃって使えなかったんですけど、うんうん、鉄ですよ、枠が。鉄パイプでできてて、あ、そうそうそう、重たいよ。太鼓が重いからしっかりした枠で作らなきゃいけなかったのよね。まあまあ、その話じゃなかった。あ、そうじゃない。で、工場なんですけど、私も随分親方にですね、いろんな工場教えてくださいって言ったんですけど、うん、あ、おーっつって、まあいくつかね、教えていただいたんですけどね、親方、これはどうやってやっぱり覚えたんですかっていう話をしました。やっぱ同じですね。パクりました。どっかからいいのがあった。真似してるんだよって言ってました。でね、多分皆さんご存知かな、親方の、まあ、座右の銘と言いますか、ね。あ、ありますね。世の中は、浮きも沈みも雲楽も。心の船の舵の取りようっていう、まあ、非常にいいのがあるんですけど、いい言葉だね。ありがとうございます、ね、でこれも私も感動しましたけど、素晴らしいですね。これどうした、どうやって作ったんですかって、うん、どっかで見つけてパクってきたんだよって言ってました。でも多分皆さんはこれは秀谷しめ丸が作ったっていうふうに、まあ、信じてる方結構いらっしゃるんですけどね。まあだからいろいろ探したんですけど、どっからパクってきたのか全然未だに分かりません。すごいね。で、柴崎親方もなんかオリジナルで考えたんだよね。はいはいはい、で親方からちょっと教わってですね、ほうほう、作った、工場がありますね。ちょっとした、お蕎麦屋さんとかの宣伝の時に使うんですけど、ね、お蕎麦屋さん自体は盛りかけって今話題の盛りかけ。ああ全然まあね、はい、そういうわけでございましてね、盛りかけ問題も大変なんでございます。はい、じゃあ、まあ、お蕎麦屋さんのね、工場をですねちょっとお聞かせしたいと思います。よっ、はい。世の中に美味しいものは数々あれど、めでたきものは蕎麦と。はじめつるつる、あとはカメカメ。あれ、わかんねえかな。カメつるカメ、めでた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 。ポン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 。工場といえば、私も一人。東西東西。拙者トントンと申しまするは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、明治3年日本で初めての機械式製糸工場ができたの、できたのがこちら上州前橋。上州前橋、大変好景気の糸の町前橋は、ハイカラ主義の西洋料理が大盛況。大盛況、大変贅沢な、あ、豚肉料理のお店が方々に看板を出し、いや、ポークカレーのとんかつの豚丼のと、いろいろに申せども、どれを食べても最高と、前橋の豚肉は、あ、キーズ正しき豚肉でござる。いや、最前より豚肉の自慢ばかり申しても、ご存じない方には昇進の胡椒の丸のみ、白川いよくね、さらば一口食べかけて、あ、その気味合いをお目にかけましょう。前橋とんかつ一口噛めばジュジュッと肉汁梅干し。何やねん、大丈夫。ポンチの夫婦すすって飲めば体のポポがあったまれ。ポークカレーのはみんな大好き、豚と肉相性もつく。ビタミン B1。
とつけ、なんだっけ、はい、切れ腹ロースにホルモンと、トントン巻きに豚肉うどん、トントンまんじゅうに豚プラと、トントン汁にかつ結び、豚肉尽くしの名物料理、前橋名物豚肉料理。日本中のあ豚の元締め、あ薬師如来も昇乱あれと、ほほうやまって、前橋の豚肉は、あいらっしゃいませぬか。